今日の朝飯は白飯とキムチ納豆とオクラと舞茸と揚げの味噌汁になります。朝は納豆とキムチの辛草最強コンビですね。この相性はいいんですよね。やっぱ美味しいですね。辛草最高ですね。そして味噌汁ですね。今日の味噌汁にはオクラが入っていて、納豆と合わせてネバネバ三昧の朝ですね。味噌汁もしょっぱすぎず安定の美味しさです。今日の朝飯も美味しいですね。昼食は焼き飯と餃子とサラダになります。まずはいつも通りサラダからですね。そして焼き飯の方はひき肉と玉ねぎ入りの自家製焼き飯になってます。ニンニクを多めに効かせてあるのでパンチがあってうまいですね。やっぱこのニンニクがいいですよね、焼き飯作るときは。そしてこちら味の素の冷凍餃子です。こちらも安定の重さです。パリパリになってますね。焼き飯と餃子のこれ相性最高ですよね。夕食はお寿司とピーマンの肉詰めになります。ピーマンの肉詰めにはマヨとケチャのオーロラソースが定番ですね。やっぱこのピーマンの苦味が止まりませんね。うまいです。こちらのお寿司はいつもより少しお高めなのでネタがでっかくなってます。まずは卵からですね。これ甘みがあって倍です。そしてこちらハマチもビッグサイズになってます。でかすぎてね、一口で食べるの大変でしたね。そしてこちら好物のサーモンですね。こちらもプリプリで美味しいです。そしてこちら縁側ですね。縁側もかなり好きですね。これで美味しいです。本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。